皆さんこんにちは、チャッピーでーす。はい、今回はですね、お店で食べるような味わいのサワラを使った幽庵焼きの作り方を紹介させていただきます。で、なんと今回はめちゃくちゃ簡単に、まず失敗せずに味付けできるように、はい、こちらなんとキッコーマンの商品で、これ1本でね、味が決まっちゃう基本のおかずつゆっていうのを提供していただいたので、こいつを使ってマジで簡単に作れる幽庵焼き紹介します。やっぱ春はね、サワラの美味しい季節ですし、何より幽庵焼きハードルが高そうですが、実はむちゃくちゃ簡単なんで、ぜひ作り方を覚えてお家で楽しんでみてください。この基本のおかずつゆ、お近くのスーパーで売ってると思うんでね、ぜひ探してみてください。もしなければ説明欄やコメント欄に購入先のリンク貼っとくんで覗いてみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらサワラ2切れ。やっぱ今美味しい時期なんでね、スーパーでサワラ見かけたら作ってください。もちろんね、他のお魚でも作れます。サーモンとかブリとかでもおすすめ。そしてこちら、ちょっとね小ぶりですけど、これカボスです。真っ黄色で柚子みたいですけど、完熟したカボス。もちろん普通のね、青いカボスでも問題ないです。カボスとか柚子とか、お好みの柑橘類を用意してください。はい、そして今回紹介したいのがこちら、キッコーマンさんから出てる商品で、基本のおかずつゆ。これマジね、これ一本で味が決まる優れもので、醤油、みりん、砂糖、塩、お酒、だしがねバランスよく配合された、めっちゃ使い勝手抜群のつゆなのよ。こちらにもね、目安となる料理などいっぱい書いてますし、 QR コード読み込んだらね、詳しいレシピも載ってますんで、スーパーで見かけたらこれマジおすすめなんで、一回使ってみてください。煮物、焼き物、炒め物、何でも来いよ。今回はこれをね、30cc 使います。大さじ2杯です。材料は以上でーす。はい、まずは、サワラの表面に薄く塩を当てて、余分な水分を引き出していきます。お塩ね、軽くパラパラパラーっと表面に振りかけてください。ここで塩しすぎると辛くなっちゃうので、ほんとね、軽くで大丈夫。裏と表に両方で一つまみ分ぐらいね、一切れに対して。はい、こんな感じでお塩をしたら、このまま、そうですね、最低10分、できたら30分ほどなじまして、サワラの余分な水分を引き出して、味をぐっと引き締め、下味をつけつつ、嫌な臭みなども抜いちゃいます。はい、お塩してる間に、こちら、カボスをね、まずは真ん中ぐらいの形のいいところをトッピングに使いたいので、2枚ほどスライスしておいてください。はい、こんな感じね。はい、もう適当で構わないので、スーッとスライスしておく。これはね、仕上げのサワラの上に乗っける、まあ飾りというかトッピングですね。これ置いといてください。そして今回、このカボスの果汁、はい、ぐっと絞って、しっかりと取ってください。はい、こんな感じ。はい、ぐーっとね。もちろん柚子でもいいですし、まあお好きな柑橘類で構いません。よいしょ。で、この絞り切ったカスもね、使うので、残しといてください。そうですね。このね、基本のおかずつゆ、意外と濃いめなので、まあお水などを足して味を調節するだけで使えますんで、今回は、このおかずつゆ大さじ2杯分に対して、だいたい果汁大さじ1杯ぐらい用意してください。まあ適当で OK ですけど、2:1ぐらいの割合で美味しい柑橘類の香りを加えていきます。はい、こちら、わかりますかね？今だいたい15分ほど置いといたんですけど、お塩のパワーで余分な水分がにじみ出てきますので、キッチンペーパーなどで余分な水分を拭き取ってください。このにじみ出た水分ね、臭みなども一緒に出てきますので、優しく上からキッチンペーパーなどで押さえつけて、にじみ出た水分を拭き取る。サワラって身の柔らかい魚なんで、あんまり力いっぱいやるとボロボロになっちゃいますんで気をつけてください。身もね、ちょっとクッと引き締まって、いい感じになるので、はい、しっかり水分を拭き取ります。はい、こっから味付けです。はい、こちらね、ちょっと丈夫なポリ袋。まあ、ビニール袋とかで構いませんので、ここにサワラを入れてください。
はいよっと。そして味付けはもちろん基本のおかずつゆ。これね、絞り出せる感じになってるのでめちゃくちゃ測りやすい。はい、軽く押さえて大さじ2杯ね、約 30cc。 はい、こんな感じ。そして先ほど絞っておいたカボスの果汁も入れます。あとね、カボスの香りいっぱいつけたいので絞ったカスも皮ごと入れておいてください。はい、あとはちょっとフリフリして果汁とおかずつゆをなじませたら、できるだけ袋の空気を抜いてください。しっかりね、浸かるようにしちゃいます。今回このつゆが少ないので、できるだけね、しっかり浸かるように空気を抜いて、はいよっと。この状態で30分漬け込んで、しっかり味付け、香り付けしていきます。はい、こちら今30分ほどしっかりと漬け込みました。もうこれで味付け完璧なので、あとは焼き上げるだけ。今回はね、グリルで焼いていきたいと思います。もちろんフライパンやトースターでも焼けますが、焼き魚はグリルで焼くとマジ最高だよね。はい、ということでね、グリルにセットして、あとは様子を見ながら表面皮目が香ばしく焼けるように、だいたいこれぐらいの切り身なら7分から10分ほどで焼けるので、様子を見ながら焼いてください。あいよー、だいたいね、7、8分焼いてこんがり香ばしくふわっと焼けたんで、盛り付けていきましょう。あいよー、いい感じに焼けたら OK。 あとは先ほど残しておいた輪切りにしたものをちょっとトッピングしときましょうか。これだけでちょっとね、見た目も華やかになって、さらに柑橘類の香りもね、ふわっと香るので、めちゃくちゃ美味しい。ご飯も進むし、お酒も飲めちゃう、サワラの幽庵焼き。結構ね、和食ではよくやる手法なんですが、本当に美味しいんで、ぜひ作ってみてください。マジでキッコーマンの基本のおかずつゆがあれば余裕で簡単に作れちゃいます。それではキュームポーいただきます。めちゃくちゃうまい。いや、これ基本のおかずつゆめちゃくちゃ万能。もうマジでお店の味やわ。ほんとね、醤油、みりん、お酒、お塩、だしがね、いい感じのバランスで配合されてるんで、ほんまこれ一本でいける。しかもね、今回幽庵焼きに仕上げたんで、柑橘の香りもふわっと香ってむちゃくちゃ美味しい。やっぱサワラうまいな。マジたまらんわ。ほんとこれいい塩梅の味付けできる。基本的にね、結構濃いめに合わせてある調味料なので、量で調節するか、少しねお水などを足して伸ばす感じで使っていただくと、煮物、焼き物、炒め物、マジ何でもいける。これありやな。こいつをベースにちょこっと手を加えるだけでいろいろ使えそう。もちろんこれ1本でも十分美味しいんですけど、今回はね、カボスの香りをめちゃくちゃ効かせてあるんで、これマジやばい、止まらん。うまいわ。やっぱ焼き魚ね、お酒にめちゃくちゃ合うんで、早速飲んじゃいましょう。はいはいはい、ということで今日も乾杯。サワラの幽庵焼きとビール最高やわ。やっぱり焼き魚はグリルっすよね。ほんと表面もパリッと香ばしく焼けて、身もふっくら仕上がってる。ガチでうまいわ。意外とね、幽庵焼きってお店でしか食べれないようなイメージですけど、実は簡単に作れちゃいます。こういうね、今回は基本のおかずつゆを使いましたけど、醤油ベースの合わせ調味料に柑橘の香りをね、足して漬け込むだけなんで、もうあとは勝手にね、いい感じの味がついて焼き上げるだけなんで、マジ簡単。うまっ。いや、でもこれマジ使い勝手抜群なんで、おすすめですわ。新しい商品なんで、お近くのスーパーに売ってると思うんですけど、もしなければ
お取り寄せも簡単にできるので、説明欄やね、コメント欄に購入先のリンク貼っとくんで覗いてみてください。ほんとさっきも紹介しましたけど、いろんなレシピありますし、これ一本で味も決まって、しかもね、少ない量でちゃんと味付けできるんで、これマジお得。特にね、料理が苦手っていう方や、まあ時短したいとか、料理初心者向けにはこういうのね、マジで使った方がいい。簡単に美味しい料理作れちゃいます。まずはそこから始めて、慣れてからね、ご自分でいろいろと試すのがいいと思いますんで、マジで使ってみてください。しかもこの幽庵焼き、めちゃくちゃうまい。うますぎ！